こんにちは、シュです。今回もペーパーマリオやっていこうかなと思います。いや、ラスボス戦だね。いつもならクッパ戦うんだけど、今回ね、クッパいるからね、もうすごい、なんていうの、味方強い感がすごいね。なんかのび太くんが喧嘩しに行くって言って、もうジャイアンが横にいるみたいな、ジャイアンが仲間みたいな、それぐらい心強い。おい、どうやら折り紙城の最上階まで来たようだぞ。オンリーはあの扉の向こうだね。よし、行くぞ。わ、本当にラストなんだね。おお、どうした、なんか急に出てきたな。私怖いです。兄上は私にまであの恐ろしいホッチキスを消しかけてくるなんて、あんな兄上を止めるなんてもう無理なのかも。俺たちがいるじゃねえか。俺たちの命ぐらいかけてみろよ。マリオさん、ありがとう。私いつも大事なところでくじけそうになっちゃいますわね。でもここまで本当にいろんなことがあったけど、そんな時いつもマリオさんやルイージーさん、カメックさんやジュニアさん、そしてクッパさん、そしてボムヘイさん、あと学者の先生ピオさん、デクジーさん、天空キノピオさん、船乗りさん、シューゲームズさん、川下りさん、キノピオショップさん、折り紙職人さん、とにかくたくさんのいい人たちに助けてもらってばっかりで、いや、私もだいぶ助けたね。なのにマリオさんやクッパさんをまた危ない目に遭わせちゃうなんて。おい、折り紙娘、危ない目だと我が輩を誰だと思っている。泣く子も黙るクッパさんの場所。うわ、ジャイアンもあるよね。こういう映画になるといい人キャラみたいな。クッパも今そんな感じ。はこれは負ける気がしない。なんだ、本当ですわ。クッパ様の顔が怖くて思わず黙っちゃいました。確かにここまで来たらもうくじけてる場合じゃないかも。最高。今回オリビアがドラえもん役だからね。あ、なんか元気出てきました。マリオさんも元気よかった。君がいないと変身も何もできないからね。君がいてこそこのサントリオ、埼玉紅サソリ隊に匹敵するサントリオ。皆さん仲間を信じて頑張りますわ。さあ来た、クッパの子。おお、すげえ、見逃すとこだった。あ、これ最後の激レアアイテムなんじゃない。おお、なんかレアそうだね。折り紙城、うろ、あとでやメルカリ出す。見て、クッパのジャンプ姿可愛くない、このピョコ、おお、ピョコピコ歩き。さあセーブすると、オンリー、オンリーの扉を今開けます。さあ来た、おお、めっちゃツル折ってんじゃんこいつ千羽ずる折ってウィッヒッヒーってやるタイプだねついにここまでたどり着いたか。さすがマリオくんだ。しかし一足遅かったな。城のトラップとホッチキスがいい時間稼ぎになったようだ。右のあれ誰座るんだろう。オリビアかな、ピーチかな。でも色的にオリビアだよね。兄上、この上一体何上を企んでいるの。おい、オンリー、何でもかんでも折り紙しようって、この我が輩まで。ん、ピーチ姫はどこへやった。ピーチ姫、それなら目の前にいるじゃない。え、どこ、目の前にいるじゃないか。どこにいるの。うお、パンツ丸見えじゃん、反対サイドから。言っただろ、私はピーチ城のすべてを折り紙城に折り直したと。ピーチ姫も自分が主だった城と一つになれてさぞかし嬉しいと思うべな。ピーチ姫さん、折り紙城に。ひどい、あんまりです。さらにこれ以上一体何を。あ、まさかこのたくさんの鶴は。何、そうだそうだ、千羽もおればどんな願いも叶うという禁断の折り紙、千羽鶴禁術。この千羽鶴の力で憎キノピオどもを一人残らず白紙にしてやるのだ。なんで憎いんだろうね、キノピオが。何、白紙にされたらもう二度と元に戻せんぞ。泣く子も黙る我が輩も引くほど美しいことをよくぞ思いついたもんだな。兄上、どうしてそこまでキノスピオさんを憎んでいるの。そもそも兄上を追ってくれたのは折り紙職人のキノピオさんよ。そうだ、あのキノピオめ、私を折るために用意した紙をこともあろうことかメモ用紙にしたのだ。どういうこと。折り紙の王である私の体をくだらんメモで汚すなど断じて許すわけにはいかん。めっちゃ闇落ちじゃん。そんな理由。でもだからってキノピオさんを一人残らず白紙なんてひどすぎます。うるさい、キノピオどもはみんな同じ顔だからまとめて全部憎いのだ。白紙に戻しないばもうあぬけまぬけな顔を見なくて済むというもの。これこそが私の理想を通する理想郷折り紙王国なんだ。そしてマリオ、お前もことごとく私の邪魔をしてくれたな。しかしそれもここまでは、鶴はすでに999話まで完成している。お、ここでお前を倒し最後の1話を追ってやる。うわ、お、来た来た来た、うわ、マジで来た、ボッツ。ちょ、水飲みます。うわ、あと1匹、ピーチ俺はよかったのにね。なんかこれすごいギミックあるんじゃない。マリオよ、ついに対決の時が来たな。私の願いを叶えるためお前を倒して覚悟してやる。お、お、
魔法陣じゃん。私が今まで旅でゲットした、あ、こいつもなれるんだ、同じタイプだから。うわかっけー、え、かっこいいんですけど。嘘、この姿は土神様、髪の折り方などもうとっくにマスターしている。さあ行くぞ。その髪の毛もいいよね、なんかベジットじゃなくてベジットみたいな。うわ、兄上いきなり高ぶっています、気をつけて。さあどうする。私、お、なんか見たことない魔法陣ある。あれ何陣だろう。え、あれ何陣。マリオさん、あの魔法陣なんだか見覚えがありません。もしかしたらどの神様にも変身。お、エターナル。まず、あー、オン取りますで、これは私最近覚えたんだよね、この技すごいでしょ。みんなこうしますで、どの魔法陣にもなろう。これで亀に有利属性はやっぱ火じゃないかな。火に有利属性、多分有利属性が、あ、土に、え、でも土に強いの水かな、普通に考えて。分かった、極論どんな神様も凍らせればいいんじゃないね。そうだよね。いやでも水説、でも水は火に強いと思うんだよね。だから土に強かったら水が2個有利属性になっちゃうんだよね。さすがにそれはないな。でも江戸川衆来てます、凍らせれる。うえへへ、うわ、でも防御力、いや亀って防御力高そうだもんね。でもいいんじゃない。了見。さあこうやって動きない。おお、でもダメージが取んないんだよね。さあこっからどうしよう。あー、どうしよう。あ、分かった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 、これ今までの予習だわ、みんな復習だわ。これ凍った時はこのなんだっけ、この手、タッチオンの手だ、タッチオンの手で上に投げれるギミックが。うわ、復習見たくなってる。今までの、今までやってきたのをここでぶつけるみたいな。この1年間の勉強はセンター試験の勉強だったみたい。来た、投げます、これダメージ取るはず。あ、ラッシュだ、ラッシュラッシュ、ギギギギギ、うわ、めっちゃダメージ取ってる。え、弱くない、オンリー、めちゃめちゃ弱くない。楽ねからな、ならば次はこいつだ。で次は多分火は凍らせないと思うんだよね。だって火以外だね。火は水じゃないかな、普通に考えて。多分そうだよね、これはポケモンの容量で分かってる。絶対その紙だと足りないんだよな、その容量絶対。うわ、かっこいい。ポケモンも色違いあるとテンション上がんない、そんな感じ。色違いだけでテンション上がる。さあこれはなんだ、ああ、そうだ、これ HP 回、お、HP 回復すると思ったけど、もう落とせるよこれ。これなんだっけな、ダメージ食らうんだっけ、ここ通ると覚えてないな。ダメージ食らうだけだっけ、進めなくなるんだっけ、覚えてない。ただここは絶対水取る、いきます。え、今兄上の体回復返しませんでした。やべやべ、この空間で折り紙である私の HP は時と、早く言ってよ。いや、もう私行こうと思ってたのに。はい、かく、今レイレン出してる、レイレン出してる、いけ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 、もういいやこの二人。さあでも、うわー、これちょっと私もう間に合わなかったんじゃないかな。水ってね、確かね、そんなダメージ取んないんだよね、水神様。さあ来た、うわー、これ間に合ってたの、倒してたな私。どう、そうだよね、あ、でもダメージ取んないんだっけこれ、今ノーダメじゃなかった、私の方の消しただと。え、どうなる、え、これ触っていいんでしたっけ。え、でもこれラッシュで終わりなんじゃない、これでさっき半分ぐらい削ったもんね。いや終わりよこれで、弱オンリー。やっぱり対戦経験のこの経験値の差が出てるね、今までだって。いけ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 、掴む。あ、そうだ、このやばいなこれ、え、あ、ちゃんと全部変身するようになってんのかな、倒せないようにもしかしたらなってるかもしんない、いい気になるな。あ、そうだ、多分だから4つくるわ、だから次は水かな、氷かな、氷だと炎だよね、
オッケー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 。さあ、うわ、かっけえ。これ、水か。水だと土かな。水は土だね。これハイドロカノンしてくるから。さあ、来た。やっぱこれが一番落ち着くね。原点にして超転換があるね。で、これで、あれをやってまたラッシュをかけると。ダメージ取んないようになってると思う。あれ、これダメージ取る？いけ。あー、浮いてるんだね。さあ、敵のアクション。これで防ぎます。待って、これ来るよ、ダメージ。いや、そうだよね、これだよね、これ。はい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 。で、ここで疲れ切ると。で、ラッシュかけて、さっきラッシュダメージ取んなかったよね。なんで取んないと思う。さあ、行きます。倒せんなら倒しときたいけどね。行きます。氷。いけ。おおおお、え？弱くない？これ神様見れなかったんだけど。え？うわ、すごい、ちょっとかっこいい。ちょっとかっこいいね。く、神の力も超えてくるとは。兄上、大丈夫？あんなにたくさんの神様の力を使うなんて無茶ですわ。うるさい。情けなどいらぬ。そもそも私がお前を追ったのは共に力を合わせこの世界を折り紙王国に変えるため。それを拒み、こともあろうことか、ペラペラどもの味方について。オリビア、お前も折り紙なのになぜ私の邪魔をするのだ。私、折り紙はあんなひどいことをするためにおられたんじゃないと思います。クッパいる？クッパいる今回。完全に PTA じゃなくて、ついてきた人になってんじゃん。お兄上、私は元も言えば一枚の紙ですわ。その神が心を込めておられた命をもらった、それが私たち折り紙です。ペラペラの人たちも同じ神の仲間だし、みんなで仲良くしたい。私もね、実写でつろったからね。概要欄にリンク案内です。その紙にくだらんメモしたのはあのペラペラのキノピオだぞ。私は折り紙としてのプライドまでおられたのだ。お、ちょっとうまいこと言ったね。やはり何をしても話しても分からないなら第二形態あるよね。私も思ってたよ、さすがにこれで終わんないなと思って。折り紙の本当の力を見せてやろう。お、あの999話の鶴取り込むんじゃない？私の予想だと。お、え、どうなんだろう。恐ろしい折り方、一体どうなんじゃ。そんな影になってる。絶対あの容量が足りないんだよな、一枚だけだと。うおほほほ、元気玉みたいになってるね。あ、なんか相撲みたいな、なってなかった？あれ、キノピオギャラリーなくなった。ほら、ビッグオリビアになるのか。ビッグオンリー。お、本当に相撲じゃないこれ。トントン相撲。どうだ、折り紙は折り方によってどこまでも強くなれるのだ。ペラペラのやつらでも蹴散らしてくれるわ。ふん、蹴散らすだと。やるもんならやってみる。あ、ここでクッパ出んじゃない。ちょっとでかくなったら、なんだ我が輩が。いけジャイアン。じゃあ行ってくれ。クッパさん、ちょっと待って。子はかっこよかったけど、そのペラ沼本当に蹴散らされちゃう。お、クッパも変身すんの。折り紙の力が溢れてる今だったら私にもできるかも。お、折りますわよ。折れんのこれ。おほほほほ、え、かっこいいんだけど。クマ、クマじゃねえ、クッパ。え、うわ、ちゃんと目がオリビアになってるんだね。オリビア、そうじゃないと折れないんだ。メタモンの変身みたい。これ前も言ったな。ガー、いいぞ折り紙すね。さあオンリーよ、これでハンデな。勝負系勝負だ、行くぞ。お、これは何すればいいんだ。ちなみに今操作しないね、全く。あ、 HP 出てきた、左上に。こいつ結構やるな。我が輩だけで押し切れるか。え、お、あ、周りに神の手の魔法陣がいっぱいありますわ。神の手で地面をバンバン叩いたらクッパさん助けられるかも。本当にトントン相撲ない。クッパさんが魔法陣の近くに来たら後ろに回り込んで神の手発動ですわ。オッケー。クッパさんが動いちゃったら B でキャンセルで違う魔法陣。オッケー。後ろじゃないとダメって言って。おい、わー、なるほどね。じゃあここで使います。オッケー。で、握る、どこを握るの。オッケー。効果効果効果。さあ来た来た来た。うわ、やっぱりあれだもんね、魔法陣が消え、あまり長く持たないみたい。そうするか、これでも食らう。お、はい、ジャンプ。はい、はい、激エブショット。待って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 、やばいな。やっぱドラえもんの役目になってくれてるね。これはドラえもんしかできない。のび太くんがジャイアンを手助けすると。
なんか全然進んでなくない？進んでるこれみんな。あーでもハートやばい、ジャンプボタン忘れた。オッケーオッケー、はい。いやハート取りたいけどこっち優先しちゃうな私。ハート取った方がいいのかな。ただ全然やられる要素ない。うってか全然進んでなくないこれ。さあ、うわ3つトリプルはやばい。はいはい、オッケー、うますぎ。でここもハートはまだ取んないと。ハートでもこれ時間で消えるよね多分。さあいけ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 、これなんかねなかなか、うわはいよびっくりした。はいやばいやばいやばい、今だいぶ、おでも見てクッパだいぶ押してる。いけ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 、疲れてきた。おペラペラのくせにやるな。ならばいでよ我がしもべ。誰、うわどっす、こんな大きな顔、こんなのが落ちてきたらどう考えてもやばそう。落ちてくるまでに急いで地面をバンバンしてクッパさん、あ時間勝負ってこと。おお、えどういうこと、私振るの苦手なのに、早く早く落ちてきそう。 B で逃げて逃げます。お今よく逃げたね、今本当にギリギリ。あれお顔が落ちてきてショックで兄上が戻っちゃったかも。ん兄上が戻っちゃったかも。あと引きでもう一度頑張って。オッケー、さあ汗ずるずる。オッケー、はいやばい、これハート取っといた方がいい気がすんな。だ6、やばいこれ神の手間に合わない。オッケー今来てたけどさっきの繰り返しかな。すごい来て聞いています。お、そこです、どこです。オッケー、はあ惜しい、ハート取れそうだったけど、いやこのままゴリ寄せるわ私の完璧に。でもやっぱり最後はマリオだと思うんだよね勝負を決めるの。だからこれで終わりではない気がする。はいはい、オッケー、激エブ。お、来た。こしゃくな勝負はまだ終わっていない。また D 落とす。早く早く、いけ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 、もうゴリ押しで間に合う。オリビア、お、来た。ペラペラの根性思い知れ、やったー。わー、いや明日筋肉痛だWii スポーツ以来ペーパーマリオでの筋肉痛。うわ勝利の雄たけびね。いやでもまだ最後クッパで締めんのかな。なんかマリオで締める感じしない。これ第3ラウンドなんじゃない。兄上、あんなにペラペラの人たちを恨んでいたなんて、こんな最後残念ですわ。いや絶対あるわこれうわクッパーでかすぎ。うわそうなるよね。己もう許さない、ひねりつぶしてやる。兄上大きすぎ、こんなのもう止められない。はっ、どうした。そうです、折り紙職人さんからもらったあれがありましたわ。あったっけ。お、なに、え、なに、そんなのあったっけ。私は知らないとこでゲーム実況してた。オリビア、え、うわ、なにこの陣。魔法陣だって今更そんなものを出してもしょうがないというもんだ。小賢しいこんなものを。ちょ、音上げよう、私も音楽聞きたい。うお、やばいな。なるほどね、これ合わせるんだ。魔法陣がバラバラにされちゃいました。これ苦手なんだよね。さらに今私の怒りが猛毒となって下から迫ってくるぞ。ボヤボヤしてたらお前たちは終わりだ。わははは、早く急いで魔法、うわ私マジ苦手なんだよね魔法陣合わせるの。行くか、時間ないね。いやこれ正直無理だな。早くない、早くない、受けてみろ。うわ、なんだ、お、避けたの私。赤は揃った、赤は揃った。来た？来た？え、来てない？え、何違うんだろう。いて、いて、あ、やべやべやべ、死ぬ、死ぬ。ちょ、待って、待って、うおうおう、待って。どうしよう。やべ、うわ、わかったのに。よし、早く早く早く、これ、これが邪魔、逆だったんだ。上下左右。頼む、
つかずなるこうなる魔法神モルトも噛み傷、私は HP やばいんだって。よっしゃうひょうよおおきたきた、見て HP13。 え、早く早く早く、やばいんだって HP も。早く早く、きた神の手神の手きた。え、これすごいんじゃない、4人合体すんじゃない。え、どこ掴むの。あ、普通に顔面クラッシュでいいの。ありがとうマリオさん、これで魔法陣が、あ、きた、頼む早く終わって、マジでやばい HP。 職人さんからメモに書いてあった折り方が役に立つ楽器、これ4人合体すんじゃない。土神、水神、火神、氷神、きたきた、何なんだろう。え、何なんだろう、初見だね。当てます。あ、ハンマーだ、ハンマー、ビッグハンマーになるんだ、かわいい。やばい、もう一部ダメージも受けれない。行こう。さあ来た、兄上お願い目を覚まして。さあお前を闇落ちから助けてやるよ、私が。よしよし、いやまだあるなこの手こと。最後なんかあっけなかったけど、マジ強かった、マジギリギリだった HP 的に。あ、なんか書かれてる、なんて書かれてんだろう。お前の母ちゃんデブさん、兄上ごめんなさい、こんなボロボロに思いっきりやりすぎちゃったかも。オリビア、気持ちのこもったいいハンマーだった、おかげで目が覚めたよ。私は折り紙としての誇りにこだわるあまり心まで俺が待ってしまったようだ。あ、これはこのメモがすごい重要なんじゃない。それはおそらくあのキノピオが私に書いたメモだ。この愚かな私に似つかわしいどんなことが書いてある、最後にそれを読んで笑わせてくれ。え、死んじゃうのオンリー。わかりました、かっこよくて心の優しい素敵な王様になりますように。これはメモなんかじゃないですわ、折り紙職人が兄上を折る紙に書いた心のこもったメッセージ素敵な王様か、職人さんはこの私を心を込めて一生懸命折ってくれたんだな。そうとは知らず私は取り返しのつかないひどいことをしてしまった。罪のないピーチ姫、シュー君、マリオ君まで巻き込んでしまい本当に申し訳なかった。なんか悲しいね。え、オリビア、私の折った千羽鶴をお前に託そう。あ、もう言っていい、読んで、それでこのオンリーを助けるんだ。ごめんね、もう言い分かっちゃった。お前の手でこの私を折り、え、千羽目の鶴に千羽鶴を完成させてくれ。そして優しい心を持つ折り紙のお前の願いを叶えるんだ。それが私にできるせめてもの罪滅ぼしになるだろう。頼んだぞ、オリビア。え、マリオさん、私マリオ、これただ HP 少なくて疲れてるだけじゃないの、物語と関係なくただ HP13 しかなかったからね。鶴の折り方がわかります、私わかるよ、これリアルにわかるよ、私現実の執念、私は折り紙状を折った兄上ならできても私には難しすぎて。うわ、ここで実写挟んでくる、うん、おおリージョン、お前すげえヒーローじゃん、ヒーローは遅れて行ってくる本当の主人公。兄さん、折り紙職人を連れてきたよ、折った本人ならきっとオンリーを説得できるはずってあり。え、この安らかな髪は、オリビア、ハンマーの折り方が役に立ったみたいだ。あ、この人に、あ、そういえば教えてもらったかもしれない、これはもしかして禁断の折り紙千羽鶴。折り紙職人さん、私に鶴の折り方を教えてください、兄上に託されたこの千羽鶴で私の手で完成させたいんですよし、分かった。今回の騒ぎも、元は私が折ったオンリーの血で返したこと。命の折りもこれで最後にしよう。それじゃあオリビア、頑張っておるんだ。なんかちょっと感動するね。おう。よくできた。これで千羽鶴は完成だ。これで願い叶えてくれんだね。
君の願いを教えよみたいな、ギャルのパンティーをくれっつってね。これドラゴンボールネタで。さあオリビア、君が叶えたいことを願いして。私の願いは、ん、こっち見んな、ん、こっち見んな。センバズルさん、お願いします。兄上が折った折り紙を全部元に戻して。なるほど、これで折り紙だったキャラが治るんだ。お、土神様とかもしかして戻る？でもあれはもうやられちゃったからないのかな。そうなるとマリオ悪くない？マリオが倒さなければずっと、ていうかマリオそうすると極悪人じゃん。水神様とか元に戻ってんのかな。うわマリオ最低。え、どうなんだろう。うわ超綺麗、元気玉だね。なんか虫飛んでんのか、なんか夜のキャンプ場とかにいる虫みたい、あの光に止まる虫。ほらなんかちょっとやだな、虫って思うと。虫やだよね。お、これもともとあったピーチ城かな。ここにピーチ城があって、あのオンリーのせいで上空に飛んでったんだよね。おお、なんか虫みてえだな本当に。え、オンリーは助からないの？え、お、ピーチ城だね。お、ピーチだ。ピーチも折り紙になったけどペーパーに戻ったと。あら、みんな揃ってどうしたの。ピーチは多分記憶がないんじゃない、折り紙時代の。ピーチ姫元に戻ったんだね。よかった、ピーチ姫元に戻ったんだね、よかった。あれ、オリビアはどこ。オリビア、ん？いきなり夜になったけど。オリビアは？え、オリビアは？おられたものが元に戻って本当に良かったです。これ誰の言葉？キノピオか。キノピオタンも折り紙祭りで大盛り上がりですよ。みんなとても楽しみにしててからきっと大喜びでしょうね。祭りがあるんだ、あったんだっけ本来。なんかもうパート1が7月だったからもう覚えてないわ。おクッパじゃん。おお、ジュニア楽しそう。ほんとになんか心の子供を取り戻してるよね、心を。うわーすげえ、カメックの。私あれできないんだよね、あの玉を3つ回すやつ、あれ難しいよね。ほんとはこうなるはずだったんだけど、オンリーによってなって、だから2ヶ月ぶりのこの祭りが再開したというわけか。おお、キャサリンも、お、今まで戦ったボム兵さんもいないのかな。エンジェルキノピオもいるし、ルイージーもいるし、うわ車くれたキノピオもいる。なんか一回車くれたキノピオとかもいたんだよね。ん、なんだ。お、マリオさん、ピーチさん、ついに完成しました。折り紙たちが平和に暮らす折り紙王国の折り紙城です。オリビアはどこにいるの。あ、これ？ん？マリオ、私を助けてくれて折り紙の子を思い出してるの？こうして平和が戻ったのもオリビアちゃんのおかげなのにね。私からも元の姿に戻してくれたお礼を言いたかったわ。え？さあ、いよいよお祭りのフィナーレですよ。折り紙に感謝を込めてありがとう。これ一本の映画にできるね。劇場版ペーパーマリオ折り紙キング、神と残りの勇者たちみたいな、ありそう。なんか一本の映画を見た気分。終わり、これで。うわ、終わった。え、てかオリビアどうなってんの。なくなったの、あの魂の檻使ったら。うわ、帰ってるんだ。そ、ここ
今左から右に行ってるじゃないですか。でパートちょっと右から左でピーチローに行くみたいな感じで行ったんで、これ帰るんだね。どこに帰るんだろう。自分家あんのかな。うわ、いや面白かったね、ペーパーマリオ折り紙キング。いや正直今回パート25ぐらいかな、リアルに48回ぐらい失踪しそうになったね。パート7ぐらいが私の失踪そのグラフで言うと一番その盛り上がってたところだね。うわ、失踪今日いいかなと思って失踪しようと思ったんだけど、意外とね楽しかったし、結構待ってますみたいな、いや皆さんのあれがあって、うわ、キャラクターアニメーションソード亀沢健太郎だから亀いるんだね。うわ、皆さんのあれがあってのこの完結だったね。いや面白かったわ、最後までやってよかったなっていう感じがある。うわ、見て背景、あそこなんとかタワーだわ。そうなってんだわ、これ、これ今までのとこずっと旅してくんじゃない、行ったところだから砂漠とかも旅しそうだね。うわ、ちゃんとこれいつも漢字使うけど漢字使ってないね。こんな、これよく言うのがこの中に一人ぐらいシューゲームズって言っても誰も気づかないし誰にも怒られなそうだよね。どっかにちょこっと入れてくんないかな。ムービープロダクションシューゲームズ高田源氏みたいな。うわ、じゃあね、このシリーズもこれで完結かな。裏ボスみたいにいんのかな。でもゲームって大体いるよね、裏ボスみたいの。おーすげえ、あれなんだっけ、大江戸ランドじゃん。そうだね、裏ボスはやんないかなっていう感じがある。まあ、若干見てみたい気持ちもあるけどね、どんな感じか。でも多分やんないかな。なんでなんかもしね、次のシリーズなんかこれやれっていうのあったら、なんかコメント欄がどっかにお願いします。何やろうかな。なんかやっぱシリーズものは1本、おーすげえ砂漠になった。シリーズものはね、なんか1本ぐらい欲しいよね。私今回ペーパーマリオやってきて、ペーパーマリオ終わって何やろう。ペーパーマリオやってた時はペーパーマリオとかマリオメーカー2とか、あと何やったっけ、あーフォールガイズだね、フォールガイズとか、あとそんぐらいかな。あとたまにテニス、Wii スポーツとかやってた。これ空どうやって行くんだろうね。この次が空かな。空島行くシーンがあると思うんだけど、空島どうやって行くんだろう。あ、この木で隠れてる瞬間に行くんだ。行きませんでした。でもこの木を利用しそうだね。なんで私もトーク力もうなくなってきたんで、これで終わろうかな。ちょっと早送りしようか。うわ、いいねこの写真、クッパの温泉写真。やっぱ今回はもうクッパマリオ関係ないんだね、もうみんなで仲良くがテーマなんだろうね。うわ、ドクロ島もある、今目の前マリオたちがいる。あそこも行ったんだよね。うわ、見てこの写真、左上のこれ、今まで戦った文房具たちはだわ、色鉛筆、ホッチキス、ハサミ、セロハンテープみたいな。うわ、こういうなんていうの、終わりにも若干のこのこだわりみたいのあっていいね。あ、終わりそうだね、このピーチとマリオの写真出てきたから。お、夜から朝になった。お、止まった。すげえ、ルイージとマリオ見てる。これであれ来るね、あの英語2文字が。あれ、ザ・エンド・コネシ。あれ、ゲーム定番ザ・エンド・コネシ。え、これどっから。うわ、セーブしたところからだけどなんか出てる。お、オリビアいいんじゃん。あれ、こんなところに旅館なんてありました。お外に繋がってたりして。お、なんかピンポンパンポン、これ聞こうか。大博物館より一部のギャラリーのエリアが増えました。これ入るとどこ行くんだろう。外かな。あー、外出るんだ。ちょ、大博物館どうのこうのって言ったから大博物館行ってみようか。大博物館ってここだったっけ。確かここだった気がする。ここのギャラリーが増えたとか、これなんて書いてんだろう。アートギャラリー、折り紙キノピオギャラリー、お宝ギャラリー。うわー、ちょ、お宝ギャラリー全然なさそう。ちょ、おたギャラ行ってみるか。これ今までゲットしたお宝がガジャーランって並んでんじゃない、ずらっと。うわ、少な、嘘でしょ、これしかないの私。え、さすがにもっと集めてた気がするけど。じゃあ終わるかこのシリーズ。いや面白かったね。はい、終わります、バイバイ。いや、終わろうと思ってここちょ歩いてたんだけど、見てこのオリビアとオンリーのこの
折り紙。なんかちょっとすごいね、エモいってやつだね。うわ終わるわ。